はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。2時20分やろうとしています。4月19日の水曜日でございまして、ばったりしてますね。てかあんまりね、眠たくならないんで、ね、いろいろこう企画書めいたものを書いてたりして、あとはですね、あれですね、 LINE がちょこちょこ来るんで対応してるんですけども、日経平均まだやってまして、マイナス73ですね。ドル円が 134.3、注目ドルウォンですけど、まあうにゃうにゃですね。まだ 1319.11 というところですね。このウォンの国のハンギョレという、まあ、左派系の左側のメディアですね。これはね、なかなかね、はっきり左でね、面白いですよ。かなりむちゃくちゃなこと言ってます。特に日本に対してはですね、ものすごいむちゃくちゃなこと言ってます。その点が面白いんですよね。これは18日、昨日の3時41分に出た記事で、韓国のカトリック団体、ユン・ソン・ヨル大臣2度目のミサという。いや、なんと言いましょうかね、お隣さんはですね、プロテスタントが多い国です。2割から3割と言われてますね。で、カトリックも 5% とか 10% とかなんか、そんなよう分かりませんけど、それくらいはいる。前の大統領のユン・ソンニョルさんは一応カトリックになってますね。最初にですね、これは言うとこなんかあるんですけど、お隣さんのカトリックもプロテスタントもですね、我々が日本人が普通に思っているカトリックやプロテスタントでは全くありません。違うもんです。あれはお隣さん独特の宗教なんですね。同じだと思うと間違いになりますんで、彼ら風に変質してますから。で、ほいで、カトリックとプロテスタントの違いがあんまりないですね、私から見てるとね、お隣さんの場合は。どっちでもええやんという。お前らどっちでもええやんという感じですけど。リードはですね、ユン・ソンニョルが家を汚したので、主人が掃除をしなければならない。米盗聴問題、逆に泥棒をかばっているって、よくわからないですけど、いかにも左派でしょう、楽しそうですよ、なんか。記事はですね、長いな、まあ、読めませんね、ちょっと触りのところだけいきましょうか。韓国のカトリック系社会運動団体である正義、ここにも正義や正義で、正義具現全国司祭団の非常対策委員会は17日午後7時、慶尚南道昌原市、マサンガ北か、カタカナで読みますと、チャンウォン市マサンハッポゲ、ハッポグの騒動、チャンドンですね、向こうカタカナで読みますと。交差点で、親日売国検察独裁政権退陣と主権回復のための月曜時局ミサを開催する。すごいですね。親日売国検察ですね、検事ですね。検察独裁政権退陣って、これはユン・ソンニョルのことですね。主権回復って、主権回復してなかったの？なんかと、出権回復したかったらまだ僕らが宗主国なのための月曜時局ミサを開催する。今月10日のソウル広場でミサに続く2回目の時局ミサだと。これをね、カトリックがやるんですよ。普通のね、例えばじゃあイタリアのカトリックがね、イタリアの今の政権がね、あかんねんっつってこんなミサするかって 100% しませんね。基本ね、政治には介入しないというのが各教会の、まあ、モットーです、表向きね。で、時の政権が気に入らんからってですね、その退陣のためにミサをするかっていう、世界広しといえどもですね、韓国だけですよ、きっと。カソリックではないんですけど、ロシア正教会がですね、ロシアのウクライナ侵攻を肯定するような、あれをコメント出しましたね、1年前に。
で、世界中の正教会から非難ゴーゴーを浴びておりますけど、まあ普通はね、あれでもものすごいやりすぎなんですよ。お隣はちゃうね、まあ、全てがオリジナルですからね、そんなよそと一緒にしてもらったら困んねん、ほんまにって僕らはという感じですね。司教団非対応、よう分からんな、はこの日、主人がやらなければならないと題する声明で、プサンとマサン、民主構想と419革命の同化戦、韓国初の流血民主化運動315義挙の由緒ある現場でって、ね、よう分かりませんけど、構想と革命について考えるとし、ものすごい政治的ですよね。米国の情報機関が大統領室を盗聴したことが明らかになったにもかかわらず、盗まれたものが逆に泥棒をかばっていると批判したと。うわぁ、司祭団非対位は、家を借りて暮らしている人々が家を掃除するのは主人だけというよう分かりませんね。とし、仲間と競争することなく不義にこうして義ではない不義ですね、にこうして逃走する青年の心を大切にしてほしいと青年たちを訴えた。なんかまるでこのカソリック のあれってもう政治団体ですね。司祭団非対位はマサン教区に続き24日水源スウォン教区で、5月1日クアンジュ広州ですね、教区などで巡回ミサを開催し、最後は8月16日にソウルで開催する計画だ。この日発表された声明は次の通り。うわもう書いてあるんですね、声明書いてある。ええわもうなんかもういっぱいあるやん、いっぱいあるやん、ほんまに。で終わってます。もうこんなん読みませんので、すごいでしょ、隣さんのカソリック。いやだから最初に申し上げた通りですね、お隣さんはカソリックもプロテスタントもですね、我々がイメージしてる理解してるようなものでは全くありません。もちろんあれです、一応ですねカソリックはですねローマのですねバチカンのこう下部組織になってるんですよ、なってるんですよ。プロテスタントもですね、アメリカ、主にアメリカのいろんな教会の下部組織になってるんですよ、なってるんですよ。でもね、全然ちゃうね、あれはちゃうね、ほんまに。まあまあ、まあ、それはあんまり言うのも知らないですけど、やっぱりね、融通無下なわけですよ。まあ言い方が悪いですけど、何でもありなわけですよ。自分たちの都合のいいようにですね解釈して、やってる、教団を運営してるわけであって、あれです、上部組織からするとですね、なんかこうおかしいやんと思ってるんですけどね、言うこと聞かへんやこいつら。だからセウォル号事件ってありましたでしょ、2015年やったか14年やったかに。あの時にフランシスコやったと思うんですけど、とあの時のローマ教皇はこれを機会に、韓国人は霊的にですね、生まれ直すやったかな、何やったかな、なんか要は一回死んでもう一回生きろというようなことをですね、生まれ変わればいいみたいなことを言うたんですけども、多分そのあの時の龍馬教皇もですね、お隣さんたちがですね、いかにですね自分たちと違うことをやってですね、それを受け入れられないし理解もされていないし、要は違う連中やと、困った連中やということを理解なさっていたんだと思いますね。いや、混乱するのすごいですよ。もう本当にね、何もかもがオリジナルでオリンクなわけですね。オンリーインコリア、あそこでしか起こりえないということがですねあるわけでして、いやちょっとあまりにも楽しすぎますねこれ。最後8月16日にですね、ソウルでですねミサをされるそうなんで、まあまたニュースになっていればですね、うらうらうらって私を取り上げられるんでですね、また楽しみたいなと思いますね。一応カソリックの集団がですね、ユン・ソンニョル政権をですね弾劾するですねミサをですねやってますというニュースでございました。これは反魚雷ですね、
ハンギョレのこのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。